さあ今夜お届けしているのは第1回とっても優しい日本語ラップ講座です。はい、そして番組後半は全裸ロックさん、そして、素敵で無敵なこのお二人とお届けしています。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくですからちょっとお一人ずつマイクチェックワンな感じで自己紹介お願いします。自分 CQ おじさんです。CQ now。 そしてはじめまして、木村秀美です。よろしくお願いします。今日はあれですか、あの木村さんとお呼びしていいかな。 あんまり良くないかもしれないですね。デミームーア、デミームーアさんがいらしてますね、スタジオに。じゃあお二人は改めて、ゼナさんから。俺からですか。いや本当におっしゃった通り、素敵で無敵な二人組でございます。はい、はいね、ということで、ニップさん、そして CQ さんによりますユニット、はい、ブッダマフィアのお二人をお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニップスです。それは自分です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどあれですよ、この模様もあの前までユーストリームだったんですけど、今 YouTube ライブで今日は見れる。 YouTube ライブっていうのがあるんですか。 YouTube ライブっていうのはあのユーストリームと非常にこう似てますけど名前が違います。あの動画で配信されて見られてるってことですか。そうです、見られてます。こっちからは見えない。映ってます。こっちからは見えない。こっちからは向こうは見えない。こっちからは見えないんですけど、今はもうお三方が映ってる状態で僕が見えない状態になってますけど。あ、本当だ、本当だ、はい、そうです、そうです。これが見えてる、見えてる。そうなんです、そうなんです、はい、なるほど。ということで、ここ海だったらいいのに。夜の海ですか。夜の海ですか。だいぶ向こうお台場だいぶ遠いで。でもここ最高、東京タワー見れんじゃん、ね、そうなんですよ、ね、33回っすもんね。33回、33回。バルキータゼそうだね、見上げればミラーボールみたいな。練習してないね。さあ、じゃあですね、ちょっとお二人がどれだけその素敵に無敵でやばいのか、ちょっとゼナさん、いやもう俺の口からなんてもう本当にもう口が裂けちゃいそうですって感じ。裂けちゃいそうですか。けど本当にもうレジェンドですね。まずはそこ、もうその一言に尽きるというか、レジェンドの一言に尽きる。レジェンドですね。でニップさん、あの CQ さん、ブッダマフィアをまあちょっと結成したいきさつを改めて教えていただけますか。なんだろう、もともとあのブーダーつながりで、はい、なのかな、マフィアでもないけど何なのかね、ギャングでもないっていう、あのね、名前なんだよね。そうそう、あの分かりやすくお話しくださいって書いてある。しかもデミさん、そこはあの分かりやすくお話しするのは俺です。あ、すいません。でも分かり、俺です。分かりやすく教えてほしいです。ごめんなさい、はい、I'm sorry。 まあ賢い侍みたいな感じなんだよ。そうだね、うん、あれだよね、マフィアだよね、マフィア、もう悟ってるみたいな、悟ってるマフィア、マフィア、マフィア、うん、武器も何も持ってないけどね、何も売ってないけどマフィアなんだよね。でもやっぱマイク片手にやっぱ言葉をこう紡ぐのが一つ武器ですか。だよね、クリちゃんね、武器だよね、うん、秘密兵器まだね、あの使ってないね。あ、まだ隠し持ってる感じですよ。まだ隠し技、裏技とか、裏技とか、これからこれからケース。そうそうそう。次でもちょっと聞きたいのは、ニップスさんと CQ さん、現在の今のもう現在のラップシーンっていうのを今どんな風に感じてらっしゃいますか、うん、なんかこう注目している気になるラッパーとかいたりするんですか。どうなの。どうだろうな、あんま知らないけどいっぱいかっこいいやつらいるね。いますか、最近の、いますね、はい、最近の若い子たちってどんなとこは面白いってなんか感じますか。悪い人が多いね。悪い人どんそうっすね、悪い人多い、まあ、悪い人も、うん、悪い人も多 い, も多 い, いやでもみんないい人、まあ、みんないい人そうっす、ね、みんないい人。なんか今のこの、ね、世の中的にはなんかほらおとなしいって言うじゃないですか、よく世代的に。あ、若い子が、うん、あって言いますけど、まあ、
なんかおとなしいやつらじゃないね。元気はありますよね。元気はある。絶対的にそのパワーっていうか。恥ずかしがりのラッパーとかねいたら嫌だもんね。俺みたいな。シャイいやシャイシャイなラッパーですか。だってさこの間さあの靖国神社行ったらさなんだっけ。あ忘れちゃった。オッケー分かった。オッケー次の話題に行きましょうか。曲いっちゃいます。あじゃあじゃあ一回ドロップしちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ J-Wave Hello World ここで、ブッダマフィアの曲をお届けしたいと思いますけど何行きましょうか。タッチアンゴー。うんそれしかない、ね。それしかないんだよね。じゃあタッチアンゴー。Let's go。Let's go だ。大丈夫だよね。全然大丈夫だと思います。ノープログラムでも大丈夫。今のところです。わかりやすくだこれ。口。特にまあなんかチェックしたいのあったら教えて。これ今もこれ映ってるの、うん、さすると。あ、そうなんだ。映ってるの。YouTube を生でずっと見てないの。何分か遅れ。ドミューンってこの間、やらせていただいた。あれも多分 YouTube ライブだと思うんですよ。あ、今あれ YouTube になっちゃいました。ドミューンは前はユーストリームでした。何分遅れでやるの？ユーストよりも遅れるらしいです。じゃあこまとめけど1分とかそういうことですか。1分はいかないですけど早くでも 30秒遅れたりする。これは今もうそのままモニターにつないでるから全然あのこれはもうまさに今ってことなんですか。これはまさに今ですね。あじゃあ見てる人はタイムラグがもうちょいじゃあ今チンチンとか出したら怒られちゃうの。30秒後に怒られる感じ。今この瞬間に見えてるものは必死で隠しますけどね。俺がもうこうみたいな。多分かのこの階の下に Google 中の人がいますからパツッとこうああそういうことも可能切られちゃう。テレビ番組だと思った方がいいってことそういうことですね。テレビ番組よりあの CM の間も流れてる感じそうですよ。今この曲の間も流れてますから。そうなんですよ。会話ないですよね。会話あります。会話聞こえてます。え、これも聞こえてるんですか。そうそうラジオだからラジオは会話も聞こえてるこれも聞こえてるの。嘘だ嘘でしょ。いや本当です。聞こえてる。あじゃあ今の下りはもう副音声なんだ。あの今ラジオはラジオが流曲が流れてて、うん、これはずっとこれが流れてるんです。曲は流れてないの。はい、曲は流れてない。みんな見てる。曲は流れてない。曲は流れてない。みんな見てる。すげえ。はい、大谷先生今スタジオの中ですごいいろいろなことが今理解できたっていうか。なるほどね。じゃあもうシャウトアウトとかできちゃうんだ。見てるみたいな。ママみたいなあの曲がかかってる間俺音が聞いてますけど、まあはい、曲がかかってる間このコメントが流れあの会話流れてないって思ってらっしゃったと思うんですけど、うんうん、あのネットではずっと会話が聞こえてる。この太郎さんの番組だけなんですかこれは。のシステムは今これやってんのこの番組とこの後の番組ですね。これ第1回とっても優しい感じなんだ。これが優しい感じですね。うあそうソフトに今日はこれどっち聞くのが正しいの。こっちを見るのが正しいの。ラジオ聞くのが正しいの。でもこれもしあの僕あの DJ 的解釈だったらやっぱりこうフェーダー左にやるとラジオで右にやるとちょっとこうートークがあって2つこう今日もやっぱタイムラグは出ちゃうってことですか、ね。そんなの家で聞けないじゃんそんな感じじゃ。これでもみんな家で聞くこれいやそれそれこれこういうのないよなんかあのパイロットみたいなやつ。いやなんかいやあのパソコンでラジオもこれも見れるんですよ。だからラジオ聞きながら、うんうん、でどっちかのフェーダー縦フェーダーはマウスとかで下げて。だからみんなも結構みんな DJ だね。ラジオ聞きながら DJ してるみたいなもんですね。なんかミックスあじゃあこの映像の音はオフってみたいなってことですか。そうですね。こうトーク始まるとネットとラジオで両方流れるとだいぶ気持ち悪いディレイになると思うんで。ここにさ下になんかさ字幕がカーって流れるとさ、はい、カラオケになるんじゃない。なりますね。さっきみたいに曲流しててそしたら誰か歌えんじゃない歌えますわね。それはそれ確かに歌えますね、うん、カラオケできるじゃん。あちょっとメッセージ来たんで紹介。メッセージ来ました。メッセージ来ちゃったんで。もっとなんかラップなメッセージかなと思ったら意外と可愛いんですけど、はい、ライオネルさん、はい、ブッダマフィアのお二人は好きな食べ物は何ですか。俺チーズトースト。あの
とろけるチーズ系な感じですか。そうそうそう、うん、とかピザとか、ね、何とろけてる感じ、ね、好きなもん何、ステーキでしょ。ステーキも大好き。ステーキも好きだし、カレーライスも好きだし、あと冷やし中華も好きだし、あのチャイニーズでしょ。チャイニーズも大好きだし、もう、うん、だいたい何でも大好き。嫌いなもん、あ、嫌いなもん聞いた方が早いよ多分。何ですか嫌いなもん。俺はない。俺もないね。うん、おだ。何でも食べれるんですか。何でも食べちゃう。何でも食べちゃう。辛いものとか大丈夫ですか。本当はビールはダメなんだよね。うん、ビールは本当は俺痛風だから。あ、少し控える。そう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 。ごめんねその話しちゃった。いやいや。なんかなかなかやっぱ一つに絞るっていうのは難しいかもしれないですね。難しいかもしれないですね。ね、うん、確かにね。でもなんか食べ物か。そうだ、その話してたんだ。テリヤキチキンじゃない。あの、そうだね、それもあるね。テリヤキチキン。うん。もうチーズ結構好きです、ね、チーズいいね、いいですよね、うん、何が嫌いなんですか。ネギです、ね、ネギ、あーそうなんだ。長ネギ、長ネギですね。こればっかりはちょっと克服できない。やばい、結構いろんなもんにラーメンとか入っちゃってますよ、ね、そうなんですよ。だからとりあえず、ね、ネギ抜き、ネギ抜きですね。だから一応事前に言うんですけど、蕎麦屋でもやっぱおばちゃんに3回ぐらい言うんですよ、はいはいはいって言って最後ドロップされちゃうから、ね、うん、匂いがなの多分、匂い、形、味、存在、すべてだと思うんですよ。食感とか、なんかこのまま、ね、このままなんか飲みに行きたい気分になってきましたね。なんかね、いろんな話するよりね、うん、なんか質問でもある。もう一個あるんです。行きましょうか。はい、気まぐれチェリー。ニップさん、はい、どこに行けば会えますか。僕どこでも会えるよ、本当。あの上野のアバブの前とか。どういうことですかそれ。大丈夫大丈夫、どこでも、うん、どこでも OK。 なんかこう、うん、今から会いに行くって感じ。 今会いに行きます的な、今から会いに行く、ね、なんかこうライブだったりパフォーマンスだったりとかなんかそういうタイミングで、まあ、まあそれはまあもちろんですよね。これじゃない、ん、何、あ、何それ、あ、あ、それだ。なんて読むのこれ、朝の8月1日だよ。エイサム、エイソン、アズワン、アズワン、アズワン、エイジア、うん、8月1日、8月1日に来れば、はい、デミさんに会えるということですね。あ、そうだ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 。なるほど。そうだ、はい、もう一回ちょっと整理しましょうか。行ってみましょうか。8月の1日、はい、アズワン、うん、渋谷のエイジア、はい、アズワン渋谷の夕方、夕方です。夕方イベントです。デイタイムでございます。デイタイムなんですね、はい、ちょっと早めの時間に、はい、お昼から予選とかそういう感じらしい。あー、なるほど、MC バトルかもしれないですね。 MC バトルだということなんですね。多分ちょっと俺も知らないんですけど、ちょっと今の若い子たちも出てきたりとか、まあ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 ことなんですね。うーん、なんか今後こんな風に、今週末ですよね。今週末ですね。今週末は、ね、今後なんかやりづらい僕ですか。いや、もともと全然こっちの人間なんで全然大丈夫ですよ。いつも通りぐらいな、いつも通りぐらいな感じだから、なかなかこの時間帯の番組では久々のフローな感じが。なるほどなるほど。ですけど、もうそろそろで、ここで実はなんかもう一件って行きたいところなんですけど、お別れの時間になるんですけど。え、マジで。そうなんですよ。そうだよね。いや、本当時間的なんかこう寂しいっす。寂しいんですけど、I'm lonely. 最後さ、メッセージ何か一言、今日ラジオに聞いてる皆さんに何かこうお伝えしたいことありますか。デイさんと、みんな愛し合ってこう幸せになろう。間違いないですね。うん、まあ、8月は、はい、暑いから、暑くなりましょう。暑くなりましょう。暑い時に暑くなりましょう。まあそうですね。ってことですよね。全田さんも、まあそう、まあなんか曲出したりいろいろしてるんで、はい、ライブの現場も来てくれたら嬉しいです。はい、週末沖縄行くんで、沖縄のみんな遊んでください。沖縄の皆さん、はい、お願いします。ね、はい、ということで J-Wave Hello World、 今夜のゲストはニップさん、そして CQ さん、全田ロックさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。